2020年7月24日東京国立競技場。本当ならこの場所で世界中から集まったアスリートと6万人を超える大観衆が燃え盛る聖火を見上げているはずだった。今まで当たり前だと思っていた未来は一夜にして別世界のように変わる。それは私も大きな病気をしたからよくわかる。人と会うこと、外を歩くこと、プールの中で全身を使って泳ぐこと、そのすべてがこんなにも愛おしく、こんなにも幸せだったなんて病気の前は気づいていなかった。2020年という目標が急になくなった。他のアスリートたちも同じ気持ちなんだと思う。オリンピックやパラリンピックのような大きな大会に出るアスリートにとって練習やプレッシャーは相当にきつい。正直逃げ出したいこともある。でもそれがなくなって初めて、ああやっぱり自分はどうしようもなくこのスポーツが好きなんだと心の底から思ったはずだ。私もそうだった。1年後オリンピックやパラリンピックができる世界になっていたらどんなに素敵だろうと思う。アスリートたちはその未来を信じて今この瞬間もできる全ての努力をしている。どんなに小さな努力でもそれが無駄だとは決して思わない。スポーツがくれる勇気や人とのつながりは本当にかけがえのないものだから。そしてもう一つ、スポーツは決してアスリートだけでできるものではない。そのことを忘れないようにしたい。これからも感謝と尊敬を胸に前に進んでいこうと思う。一人のアスリートとして、一人の人間として。東京2020プラスワン。競泳選手、池江璃花子。